森さん、今日よろしくお願いします。お願いします。で、前回は、はい、あのソラシドの本坊さんが来ていただいて、はい、あ、そうですか、はい、同期ですから。そうですよね、はい、ソラシドはもう本当に戦友と言いますかね、はい、そもそも生まれの時から貧乏やったんですか？あ、いやいや、それが全然違うくて、はい、大手製薬会社でお父さん働いてて、はい、課長ぐらいまで昇進してて、で、母親の高い自分の病気でリストラ、その景気悪になってとかっていうのが全部重なって、借金だけが膨らんでいって、で、家をまあ保持できなくなってしまって解散に至るという。そうや、出た、解散。バンド以来ですね、解散。バンド以来の。そう、解散ってお父さんに言われた時はどんな気持ちだったんですか？冒険憧れみたいなのもあったから、ちょっと一人でなんとかするわっていうので、お兄ちゃんお姉ちゃん説得して、で、まあいざとなったら友達頼れば大丈夫っていうコミュニケーション能力が当時はあったのよ。だからなんとかなるわっていうのもあって、一人でやってみようっていう。どんな感じだったんですか、生活とか？公園暮らしで、まあ基本寝る時だけ公園でという、やっぱ人目につきたくないっていうのがあったから、であとはもう徘徊して小銭集めたりとか。お兄ちゃんお姉ちゃんは万博公園の近くのタコ公園とかで暮らしてたのよ、はい、歩いてどんなもんなの、あれ2キロぐらいかな、3キロぐらいの公園におのおの住んでるのよ。で、その間にお兄ちゃんがバイトしてるコンビニがあったのよ、うん、当時はお兄ちゃんがちゃんとお店の店長に言ってくれて、はい、今の家庭環境こうやからっていうので、弟にっていうので、パン、廃棄のね、ものをいただいたりとかして。でもほんま限界にお腹空いて、ほんまに食べ物なんもないってなった時とかってどうしてたんですか？お前、石舐めたりしてたから。あの草食うたりで、やっぱ草もその食用の草じゃないからやっぱ硬いやん。だからもうこの辺の草ってことですね。そう、あとほんまにその段ボールかじったりとか。段ボールかじった？段ボールかじったもありましたね、はい。ほんだら段ボールってかじったら噛めば噛むほど硬なんねん、あれ。最終的に鉄みたいな、鉄の玉みたいな硬なってくるねん、はい。で、もうペー吐いて、何やこれってなって食べられへんかったけど、なんかお腹はちょっと紛れたかなみたいな。ちょ、咀嚼はしてるから。咀嚼はしたから、満腹中枢は刺激できたよな。脳に伝達してるんですかね。どこで寝てたんですか？牧墳公園のね、はい、中で寝てましたけども、はい。お風呂は？お風呂は入ってなかったね、はい。真夏やけど。雨降ればぐらいの。トイレは公園にあったんですか？基本的には行ってましたけど、コンビニとか、はい、図書館とか行ってたけど、うん、なんていうの、急いでる時はもう全然してました、はい。外で何で拭くんですか？葉っぱはほんな食べたり拭いたり拭いたりを、もうすごい大活躍よ。すごいの格好。俺これ夏休みの期間で全てがこと収まるのよ。あ、そうか。なるほど。夏休みの初日やね、まず解散が。夏休みの終わりかけに同級生に会って、そっから数日泊めてもらうことになり、登校できますっていう環境を作ってくれたのよ。すごい。すべてが1ヶ月に収まってんねん。なるほど。すごい。すごいね。その夏休みの絵日記すごいです。めっちゃおもろい。忙しい。だからまあその。ホームレス中学生の中では河合さんってなってんねんけど、偽名やねんけど、はい、そやっぱ河合さん一家のおかげでほんまに助かったし、俺は全く聞かされてなかったんけど、お父さんとお母さん二人で話し合って、もうあの子をうちの子として育てようと。うわやばいやろ。めちゃくちゃええ話。言われてなかったよそれ。ってなって、そんだけの覚悟を持ってやってくれてはったんやっていうのは、もうちょっとグッときたね。すごいですね。それでも解散って言った張本人のお父さんは、宣言の後はもう一切関わりなしですか？一回だけ会うのよ。はい、偶然、はい、河合さんのお母さんから散髪しといでって散髪でもらうのよ、はい、歩いて向かうのよ、はい、ほんだたまたま信号の向こうに親父がチャリ乗っておんのよ。1ヶ月ぐらいぶりに
はい、親父をマジで会うのよ。ほんでよかったと、はい、俺もうそっから親父がこっち渡ってきてごめんな言って今ここで広しーって来る、はい、ここで暮らしてるから、はい、あのお兄ちゃんお姉ちゃん集めて、はい、ここでもっぺん田村家で暮らし始めましょうって言われるんや思って、はい、ドキッとしてよかったお父さんやうーわーこんなことあんねや、うん、思いながらこうもう俺は待ってんのよ信号 で、はい、で向こうがこうバーってチャリで来んのよ。おおどこ行くねんって言われてこんな入りなんやと思いながら散髪っつってあほんまほな言ってそのパーって解散の時よりもパニックやったもん。いやすごいですよ、うん、何が起きてるのか分からへんから、ほんまにもう毎日会ってるみたいな感じで、うん、おいってもうじゃあそれっきりそれっきりで、ほんでホームレス中学生がねこう話題になってバーって俺自身も名前が世に馳せた時に東京の番組でお父さん探しませんかっていうオファーが来るのよ。そこまで、そこまでじゃあ一切会ってない、もう何にもなし。俺が一回勘違いで声かけただけで、はい、向こうから何のコンタクトもなくてオファー来て、お兄ちゃんとお姉ちゃんと俺で東京から大阪向かった夜10時ぐらいかなその家着いた時は、はい、にえら遅くに家を訪問するのよ。15年会ってへん、うん、お父さんと当時思春期のお姉ちゃんなんかもう風貌変わりまくって大人になってるから、うん、もう血のつながりやろな。もう開けた瞬間0コンマ何秒で抱き合うのよ。分かるんですか。分かんねやろな。もう見た瞬間もうすごい。うわ僕田村さんも分かったんですか。もう開けて親父会って。あ俺は分からへんかった男やから。そうですね。うん、で最終的にホームレス中学生の印税で親父に家買ってそこに暮らしてもらって、でそっからしばらくして俺もあの結婚したんで、あの孫もあの抱いてもらって。あそうですか。はい、まあ、そっからすぐ他界しちゃったけど、あのそれなりに幸せな最後を送れたと思う、うん、すごい。じゃあそのお父さんに対してはトータルは感謝なんですか。もう感謝やね。恨みは全くない、うん、すごい状態ですね。母親が他界してからの数年間っていうのは本当にすごい頑張ってて、子供たちのご飯作って朝お弁当作ってとかお掃除してとかもう全部すごかったから、まあもうやるだけやって無理やったんやろうなって感じで。お姉ちゃん怒ったね。でやっぱ積年の恨みというか、お兄ちゃんの人生を乱したのはやっぱお父さんやから、それを謝ってほしいって最後お父さん亡くなる直前に言ってたね。お父さんも意識朦朧とした中で謝ってた。 お兄ちゃんにすまんな言うて、うわ、うん、なんかそれだけお姉ちゃんの中で引っかかってたみたい。ずっとそれ、まあお金だけじゃないですけど、すごい話、うん、やっぱ本の印税が、うん、そのお家建てれたとか、そうそうそう、作ってる部分もめっちゃあるじゃん。めっちゃある。ちなみにちょっとやらしいんですけど、はい、印税はおいくらほど。印税は2億円いただきまして、1億税金を納めさせていただいて、残りの1億で親父に家買ったりとか、その河合さんの皆さんに旅行行ってもらったりとか。うわ、じゃあもうその自由に使える1億円はもうないんですか。うん、もうあの8ヶ月でなくなりました。8ヶ月はい。1億ってそんなすぐなくなるんですか。やっぱ子供の時の1万円ぐらいやったね。欲しいもんだらけの1億はあっちゅう間やね。どうなんですか、それ25年の中で解散危機みたいなのあったんですか。はい、解散の危機はね、正直ね、喧嘩とかでもうあかんとか、はい、もうお笑いの方向性が合わへんとかいうのはないね、はいはい、でも確実に2回あって。2回も NSC の時にネタ合わせで行くねん家に、はい、でもいつもやったら、あ今回ネタこれって言ってネタ台本渡されて読んで、はい、で合わせていってとかってやるんだけど何も渡されへんねん。何も言わへんねん。で6時間ぐらいもうテレビだけがついてて、 6? もう最初は分かってへんで、でも途中からあこれもう終わるんやなと。あ、はい、今よりも滑舌悪かったから、ほんまにずっと何言ってるか分からへんって言われてたし、俺のレベルじゃ川島の力と見合ってないし、はい、それは解散やろな、いつ言われんやろ、全然言わへんねん。途中から言うた言ってくれや、ああ何やこの時間、うん、2時間も3時間も経ちやがってみたら、はい、なんか言わへんことにイライラしてくるみたいな、はい、謎の時間を過ごして、結局6時間経って終わろかって急に言われんねん。えな、次何日でとか、うん、あれあれまだ続くやん、続く、解散じゃない、解散じゃないやん。でまたそっからネタ合わせとかいろいろしていって、いろいろやっていって続いていって、また呼ばれたのに何も言われへん日が来るのよ。NSC その時はね、前期と後期2期に分かれた料金払うのが、はい、俺たち秋組やから春にあんねんけど、はい、その春のタイミングで俺から今度言うのよ。
もう言ってくれと。え？もう俺後期の授業料払わへんやったら払わへんから、うん、辞めるんやったらもう辞めるから川島が解散やったらもう諦めるから言ってくれと、お金もったいないから。ほんだら「いや大丈夫やろう」って言ってくれたから、じゃあ払うでって言って払って続いたのよ。だから、もしかしたらあの時に俺が言ったことで川島の中で腹くくれたと思うねん。なるほどなるほど。言えてなかったらもしかしたらその後どっかで言われたかもしれんけど。そうなんすね。なんかいろいろあったらしい川島の中では。川島が今日言おうかなと思ったタイミングで俺が何も気づかずにパンチラスポットあったでとか。ご陽気やな。その田村さんの感じも良かったんでしょうね。なんか川島の性格からしたらそれが楽やったのもあったみたい、うん、なんかアホらしいってなったんでしょうね、川島さん、うん、そうでしょうね。本も、まあ、全部売り切ってだんだんその仕事は、うん、そっから どうなってくるんですか。当時で言ったら新助師匠とかにも言われてたけど、まあ間違いなく反動が来るよと。え、はい、やっぱ実力以上の仕事のオファーが来たやろうし、ホームレス中学生のブームで、うん、で今までキリンって川島が目立ってキリンやった漫才で、それがホームレス中学生で入れ替わってしまって、俺は全部の仕事キリンで行ったのよ、はい、もうどんな仕事でも一人はやりませんと、はい、絶対相方呼んでくださいと。バスケの仕事ですら二人で行ったのよ全部、はい、で川島からしたらもうバスケのこと知らんのしとか思いながらやけど、ね、もう仕事やから行くしかないとか、はい、で、ピンマイクが俺にしかつかへんとか、川島の芸人人生では味わったことない屈辱を各現場で味わうわけですよ。誰も自分の方見てないとか、まあ、その時に腰淡々とやっぱ悔しかったよな、こんなはずじゃなかったと、はい、でやっぱずっとこう力貯めてて、でホームレス中学生のバブルが終わり、俺がこう落ちていくとともに川島が着々とこのほとんどセンスがある人間やから、貯めてたものをこう出していくわけですよ、はい、だからただ落ちるだけでも辛いのに相方が上がっていくのよね同時に。なるほど、これはメンタルやられたね。ああ相当きつかった。で今度川島が売れて俺が仕事ない時に、川島は今度は一切キリンでやらへんかって、だからもうほんまに何もなくなんねん。せめてそれをキリンでやってくれたら惨めな思いはするかもしれないけど、お金はあるやんか。それすらもなかったから、あれよあれよと給料も減っていくし、はい、でもうほんま限界マジやばいわっつって、もう方々で川島の悪口言ってたところにコロナが来るのよ。とどめを刺すように。ほんでもともとロケ芸人、はいはい、もうなんとかそれで死にようとったんや。川島スタジオでも大盛り上がり、アメトークや、はい、さんまさんの向上委員会やもうなんやでも大盛り上げしてる裏で、俺はもうコツコツと一般の人に絡んで、おいしいご飯食べてます食べてますね、おいしそうですね、一口くださいとか言って、はい、なんとかしのいでたのに、一般の人と絡まれへんくなるから、もうほんまに収入なくなるわけですよ。お金が入ってこえへん、はい、でもうほんまに1年目2年目みたいな給料で、奥さんにもごめん今月お金ないわとかって言って、この芸人人生で初めてお金渡されへんとかっていうことを経験するのよ、はい、その頃はもうマジできつかったね。もちろんバイトした時期もあるし、バイトした時期もあるし、当時俺の地元の後輩がやってるカフェがあったのよ。でそこで働かせてくれって言って、とかって、カオさんすいません、はい、大丈夫とかって無理やり働かさせてもらって、はいですか。ほんでもうその時ベンツ乗ってたのよ。でベンツでバイト先行って、こち亀の中川君みたいな発祥をフェラーリで来るみたいな。でだからガソリン代とそのバイト代がもう変われへん、総裁でもガソリン捨ててガソリン積んで帰ってくるんです。ガソリンだけの、それでも家にいるのがきつかったのよ。奥さんとずっと一緒にいるのが、奥さんももうこの人と結婚して大丈夫なんかって不安になるし、俺もイライラするし、でもうでせめてお金を稼ぎに外行ってくるわって言ってる方が体裁保てるしっていうので、もうずっとバイトしたりとか。いやそんな時期あったなんてほんまに知らなかったです、うん、ただ、ありがたいことに、ほんまに何もなくなったからこそはもうどうしようかと、やめるのかバスケで生きるのか、バスケのスクールとかもやってたんで、はい、そんなんで生きていくのか、もうどうしようかっていう時に腹がくくれて、やっぱりもう一回川島の横に立ちたいとか、川島に対等で、今敬語使ってるんで、え、気持ちが完全に負けて敬語使うんですか、うん、自然と出たね。自然と出る、人間って正直だね、うん、でやっていくんですね。敬語つい出てしまうぐらいなんの気持ちで、心が負けてるので、もう一度胸張ってキリンは田村と川島でキリンですって言えるところまで行きたいって思えたから、やっぱ
本気で今仕事に向き合えてて、もう力みなぎりまくってね。全然仕事なくても頑張る気満々やし、やるし、はい、例えば昔やったらちょっと断ってそうなロケとかでも全然やりますよって感じやねんか、はい、だからそういう風なことに全部気づかせてくれたのが川島が変に甘やかさなかったことで気づけたし、覚悟ができたから、それもめっちゃありがたかったけど、いやすごい、お金がないことはほんまにきつかった、マジできつかったね。すごいよそれ言えて、お金取るのか、そう、ね、川島さんもちょっとあったりするんですよ、めっちゃ苦しかったと思う、ね、辛いのまた相方にさしてまうんかというのももしかしたらあったのか、うん、でもやっぱり自分が辛かったからほんまに嫌やったと思うわ、うん、みんなが川島のことしか求めてへんと、現場に田村を呼ぶのはあいつがかわいそうやっていうことで守ってくれたのですし、あの本当の自分が頑張る中道が見えた、答えを示してくれてたな。あいみた、チャンネル登録お願いします。